さてここまでで、分かったことを整理しようか。そうだね。前回いろいろ分かったもんね。まずこの事件の根源エヴァリンですね。見た目は少女だが特異菌を操る生物兵器の完成品、それがエヴァリンだな。そんで遡ること3年前諸事情により、エヴァリンの輸送が決まる。その任務に就いたのが、E さんの妻ミアさんだね。その任務の途中エヴァリンが暴走、乗船していたタンカーの船員、ミアの相棒を殺害。その後詳細は不明ですがタンカーがベイカー兵器核に漏着。そこで、ジャックたちにエヴァリン、ミアが発見され保護される。ベイカー兵に保護されてからもエヴァリンの暴走は止まらず、ジャック一家を感染させ支配下に置くが、精神力の強さなのか個人差なのかゾイは支配に抗い結成を求める。詳細は不明ですが、ルーカスもエヴァリンの支配下か脱する。メールの文明から察するにエヴァリンを作った組織の協力により正気に戻る。その組織からエヴァリンの監視を依頼される。ナチュラルボーンサイコのルーカスは苦もなく監視を続ける。それから、3年の月日が流れ E さんに一通のメールが届いて本編が始まる。まあ、簡単に説明するとこんな感じだろ。エヴァリンはなんで E さんにメールをしたんですかね。エヴァリンは家族に執着してたみたいだし父親になって欲しかったんじゃないか。ミアのことをママと呼んでたし旦那の E さんを父親にしたかったんだろう。その割には序盤でミアをけしかけて E さんを殺そうとしなかった。そこは生まれながらの生物兵器だし常識は通じないんじゃないか。家族集めと言いつつ結構殺してるみたいですしね。その家族集めの成果がこのカビ人間、モールデッド、ってわけ。それなんだが、ミアパートの階層でエヴァリンが暴走して、すぐにモールデッドが出てきたしあれてもともと人間じゃなくて、エヴァリンがゼロから作ったんじゃないか。そういえば禁止からモールデッドを作るって書いてありましたね。てっきり人間が感染してモールデッドになるかと思ってたが、それだと、ミアやジャック一家がモールデッドにならないのも変だしな。そうですね、モールデッドが元人間ってのは怪しくなってきましたね。それと、結成の材料もそうだけどさあちこちにある。ミイラって何なの？あれは、エヴァリンのプロトタイプ試作品のなれの果てだろう。エヴァリンと一緒に運んでたんじゃないか。B 型は結成の材料になるしな。それで、コデックスが反応したわけね。あれ、これって、別館の地下で見た人形だな。ここって別館なんじゃ。そうみたいだな。フラッシュバックってやつ？線で見るとむちゃくちゃやられてるのがよくわかるね。いくらボロ屋でも壁ぶち抜いてるからな。普通死ぬぞあれ。 This is your fault.
Why am I seeing this?Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he...これ、フラッシュバックじゃなくて幻覚か。感染が進行してますね。でも怖いね。こうやって精神を弱らせて洗脳、支配されていくんですね。ミアにチェーンソーで実際に腕切り落とされてるしな、トラウマだよな。今度こそ本物か。消えないし本物なんじゃ。この風のは幻覚じゃないのか。これは、どういうこと？車椅子のおばあちゃんがエヴァリンだったんですね。少女の姿は全部幻覚か。でも元々は少女だったんでしょ？なんで？見た目こそ人間だが生物兵器だからな。老化速度が人間よりずっと速いんじゃないか。とにかく倒したぞ。でも、何か嫌な感じ。聞いてないじゃないか、いいネクロトキシン。速攻性の薬じゃないんでしょうか。ヘリだ。例の特殊部隊ですかね。ほとんど怪獣だろこれ。You're just a little boy.
これじゃ殴り殺しだね。グレネードもマグナムももうないんだよな。失敗した。やっぱりハンドガンじゃダメか。コデックスに通信か。味方ですかね。それってこれか。オプションパークはすごいけど今さらハンドガンと。あれ、でも聞いてるよ。ダイエバリン用ですかね。Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? I cannot wait to be done with this babysitting job and go home to my loving husband. I miss you.Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Goodbye.They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess.I had just come to terms with losing Mia the first time, but now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Tell Aunt Rhody that everybody
prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. マリサ、終わったけどいろいろ消化不良だな。一番の問題は A さんの感染ですね。親玉のエヴァリンが死んだから支配されることはないよな。体内の特殊菌は消滅か。あの特殊部隊が決定を持ってたとかもありえますね。というかあの部隊は何？ヘリにアンブレラって書いてたけど、対エヴァリン用の武器を投下してくれたし、ヘリに乗せてくれたし味方と考えていいんじゃないか。じゃあレッドフィールドってやっぱりクリス。全然顔が違う気がしたけどなクリスかな。クリスさんシリーズことにモデルチェンジが激しいですしセブンバージョンなのでは。まあ誰でもいいけどな。それよりもルーカスだよ。あいつだけ逃げやがって。どっかでまた出てくるかと思ったのに、本当に逃げるとは斬新だね。あんな奴を野放しなのがほんと気がかりだよ。今後のダウンロードコンテンツでルーカスと決着がつくといいですね。ああ、ウェスカーみたいに無駄に引っ張るのはやめてほしいな。それじゃあ皆様、ご視聴ありがとうございました。また見てねバイバイ。